2020年の東京オリンピックを夢見る若きアスリートに、先輩の元オリンピック選手が本気でぶつかるドキュメント。目指せ2020年のオリンピアン。今回のネクストエイジは体操男子の湯浅健也、16歳。スピード感あふれるダイナミックな演技、そしてしなやかな体の動き。中学時代には全国大会を連覇した。みんなの憧れになるような選手になりたいです。うわ、マジで。しかし今、思うような演技ができず苦しんでいる。悩める湯浅と向き合うのは鹿島丈博。アテネオリンピックの団体で金メダルを獲得したあん馬のスペシャリストだ。湯浅の課題を見抜いていく鹿島。悩んでる感が出てるよな。どこが軸なんかはあんまり今分かってない感じだな。そして難しい技に挑むための極意を伝授。金メダリストの教えを受け、16歳が掴んだものとは。東京オリンピックを夢見る若きアスリートを応援するドキュメント、今回は体操男子です。体操の男子といえばどんなイメージをお持ちですか？やっぱり日本は強いっていう。そうですよね、内村君筆頭に最後そうですね、白井さんとか、たくさんいらっしゃいますけども、やっぱり体操といえばまさに日本のお家芸ということで、はい、今回注目したのが高校1年生湯浅健也君です。高校生では屈指の実力の持ち主なんですが、原田さんは先ほどの VTR からどんな印象を受けましたか？もう目がキランキランしててさ、なんかスター性があるよね、彼ね。お、確かに。湯浅はスポーツの強豪校、千葉県の市立船橋高校に通う1年生。毎朝5時に起きて自宅から2時間かけて通っている。爽やかなルックスと明るい性格でクラスの人気者だ。確かによく話してる。普段の印象とかどんな印象？元気です。綺麗な子もすごい筋肉。すげえなこれ。学校の体操部に所属する湯浅は週6日この体育館で練習を行っている。湯浅は床、鉄棒、平行棒など6種目全てでレベルの高い演技ができるオールラウンダー。体操界期待の星だ。体操選手だった両親のもとに生まれた湯浅。体操を始めたのは5歳の時だ。これは小学3年生の時の映像。旋回の美しさを競うこの種目では規定の10回を超え32回回り続けた。周囲が止めるまで何度でも技に挑戦する練習の虫だった。中学に入ると湯浅は次々と難度の高い技を身につける。1年生で全国大会優勝。当時3年生だった白井健三選手にも勝った。そして高校生になった今年8月、中国で開かれた若手選手の世界大会、南京ユースオリンピックに出場。すごい。
よいしょ。松岡も会場でその演技を見守った。種目別のゆかで銀メダル、鉄棒では金メダルを獲得。うわ、一躍世界の注目を集めた。うわ、もうテモテ、女子しかいない。東京オリンピックの個人総合のメダルとかでも夢ではないと思うので、これからしっかり頑張っていきたいと思います。いやすごいね。いや素晴らしいですね。もう日本のホープですね。あれ、白井くんと白井くんと2つ年が違うんですね。白井くんの方が2つ上なんですけども、2つ上の白井くんに当時勝っちゃったんです。いやそうなんだ、はい、もう激戦なんだね、あそこら辺。あ、そうですね。ってことは2020年超楽しいじゃないですか。すごいよ体操。わー、やったー、すごいね。それではここで体操男子の競技について詳しくご紹介させていただきます。まず種目についてなんですが、床、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒の6つがあります。そして競技については団体戦と個人戦がありますが、個人については1つの種目で得点を競う種目別と6つの種目の合計得点で競う個人総合があるんです。ユースオリンピックでメダルを取ったのは種目別だったんですが、実は岩佐くんは個人総合でのオールラウンダーを目指しているわけで。6つもあるのか。6つもあるんですよ。大変だな。今高校1年生の岩佐くんなんですが、最近大きな壁にぶつかっているんです。なんだ。種目別でメダルを獲得した8月のユースオリンピック。しかし6種目全てで高い得点が求められる個人総合では実力を発揮できなかった。最も得意な種目のあん馬、簡単なミスを連発。あ、本当にぶつかってる。プレッシャーに押しつぶされ、結果は7位。心の弱さを痛感した。今までの試合とはちょっと雰囲気が違って、規模の大きさみたいなのを感じて、その緊張であったりとか思い通りの演技はできなかったです。帰国後すぐに練習を再開した湯浅。大舞台でも安定した演技ができるように技を基本から見直すことにした。しかしそこには大きな問題が。成長期で肉体が大きく変化する中、これまでの感覚では技が行えなくなっていた。得意種目のあん馬でも頭で描くイメージと体の動きにズレが生じていた。おかしくなりっぱなしです。なんか自分の中のイメージとかもちょっと今合わせてる感じ。なんかもう分かんないです今。ちょっといろいろと焦りばかりが募っている。悩みまくってるじゃないかよ。一見私たち問題ないといつも通り思いましたが、うん、やっぱり体の成長ですかね。
そっか、発達してってるからこのイメージと違うんだね。どん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 毎日違うくなっていくんだ。実は岩佐くんですね、中学3年生から高校1年生にかけて身長が10センチ近く伸びまして、体重も7キロ増加ということで、本当にさ、みんなやっぱり悩みながらこうスポーツやってんだな、うん、やっぱこの思春期かけるスポーツっていうものの難しさ。そこで今日はスタジオにこんなものを用意しました。いきますよ、じゃんじゃじゃーん、じゃん、あんばです。どうですかこれ、やっていい？お、いいですよ。いい、これによって直立でこうピッてピッて、あの基本体勢、あ、それです、それです、それが基本だそうです。すごいっすね。全然的でやり方が分かんない、あれなんだろう、あ、全然分かんない、痛そう。こんなに辛いんですね、アンバって。岩佐くんのために立ち上がってくれたのがオリンピアン鹿島武博さんでございます。いよいよ岩佐くんの元を訪れます。2日間にわたる指導の初日、かっこいい、来た、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。鹿島が湯浅の通う学校にやってきた。アテネ、現役時代最も得意としていたのはあん馬。すごい、しなやかな演技で世界を魅了した。あん馬をするために生まれてきたような素質を持った鹿島。うわー、かっこいい。2004年のアテネオリンピックでは28年ぶりの団体金メダルに貢献した。引退後は若手選手の育成に取り組んできた鹿島。ケンヤ、じゃあよろしくお願いします。お願いします。あん馬の基礎練習を見始めた鹿島。すぐに気になることが出てきた。湯浅が言った開かないとは、腕と体が作る角度のことだ。この角度が広ければスムーズに旋回ができ演技が安定する。しかし成長期の湯浅は肩や背中の筋肉が邪魔をして腕と体の間が狭くなっていた。旋回でバランスを崩しやすい。鹿島は体の変化に戸惑う湯浅にアドバイスを。最近呼吸をやってて全然開かなくなっちゃって、やりたいよりできないです。ちょっと出す方向だけ考えて、この右手側早く入れて、でこっちで支えて入るやっていった方がいいかな。もう体も絶対変わるしな。次は本番を想定した練習。ここでも気になることが。人一倍時間をかけて滑り止めを塗る湯浅。ようやく練習開始かと思いきや、なかなか始められない。その弱さに鹿島はまた声をかけた。まあ悩んでる感が出てるよな。実は弱さ、練習のテーマが定まっていなかったり、怪我への不安が頭をよぎったりしていたのだ。やっぱり強い選手っていうのは練習うまいからね、パッパッとやって。さらに鹿島が気になったのは練習の内容だった。
湯浅は世界で戦うために新しい技をたくさん覚えようとしていた。しかしそれが一つ一つを中途半端にしていると鹿島は感じたのだ。一歩一歩大事にしていったらいいんじゃないかな。やっぱりな、あのしんどいやろ今な。まあでもやっぱり大変やろうけど、ちょっと一本一本ね、新しい技入れてみやろうけど。1日目の最後、鹿島は自分の経験を伝えることにした。どうやって練習していくかっていうことを、この、ね、年単位っていうかさ、そういうもの、あとは月間、週間、一日、それ考えれる人っていうのは多分強い人。それは選手やってる時から、あとコーチやってる時も見てて思ったのは、やっぱりそのちゃんとした自分のなんていうかな、ワークプランが組める人っていうのは、あの必ず強くなるんだよね。で、今日は何をするんだと、今は何をするんだっていうことが分かるっていう、まあ、それが多分強い選手の条件なのかなと思ってます。今すべきことは何か、湯浅への問いかけだった。まあ、今の課題はちょっと自分でもよく、もう最近はよく何やったらいいかもちょっと分かってない状況なので、まあ、そういうところが、そのワークプランが立ててないっていうところも当てはまってると思うし、まあ言われたことを自分でじっくり考えて、これから自分なりに成長していけたらいいなと思います。いや、パッと練習を見ただけで課題が次々と、やっぱりすごいな、うん、なかなか練習しないなっていうのもこうやってずっと待ってんだね。そうですね、すごくない？あれなんかこうすぐ口に出さず、ちょっと泳がせるじゃないですけど、少し見てみるっていう時間、うん、余裕を感じましたね。悩んでる感すごく出てるよ、うん、みたいな言ってたじゃん。おっしゃってました。こういい時に言ってくれたなと思った鹿島さんが、はい、あの本当に悩んでる時にさ、うん、ああいうクロートの人が来てさ、しんどいやろ今って言ったじゃん、はい、なんか楽になんない？わかります。で、鹿島さんのさ、あのさ、誰でもそこ通るんだよ感あるじゃん。あー、なるほど、確かに。あの微笑みいいよね。うん、いやー、どうなっていくのこれ。翌朝、部室で一人練習内容を考える湯浅がいた。今自分が最も必要とし習得したい技は何か、湯浅は一つの技に絞った。だいぶ筋肉もついてきて、前とはだいぶ体操が変わってきているので、あん馬では、まあ、そのいろいろ手とかのつき方も変わってきてるんですけど、自分に合ったやり方を見つけたりできたらいいなと思ってます。選んだのは世界レベルのあん馬の技。高校生ではできる選手が少ない。それがこのシュピンデルだ。シュピンデル、シュピンデル D 難度。え、どうなってるんだ。始まりは体の正面を下向きにして支えるこの姿勢。1回目の旋回、半分ひねって体が仰向けに。2回目の旋回、さらに半分ひねり、体の正面が下向きに戻る。そういうことか。2回以内の旋回で体を1回転ひねるのがシュピンデルだ。あん馬でさらに高得点を狙うためマスターしたい技だが、ほとんど成功したことがない。鹿島は湯浅の動きをさまざまな角度から見たいと考えた。番組では何これ、特殊機材を使って記録をすることに。え、クレーン。クレーンで演技を真上から撮影。
大掛かり。すげえ。普段は見ることのできない角度から検証する。うちも本気だね。さらにハイスピードカメラも準備。肉眼では追いきれない体の動きを一つ一つ確認できる。ハイスピードで見ても綺麗ですね。綺麗だね。湯浅がシュピンデルの練習を始めた。しかし旋回が続かない。体のバランスを失い止まってしまう。カメラにはどう映っているのか。二人とも目が本気ですね、うん、上からのかっこいいね。映像を見て鹿島はあることに気づいた。なんかね、もうちょっとねポメルに近づいたら初めの一手目が入って空間できるから多分、ね、はい、支えれるんだよ、この、はい、待っていった時に、はい。鹿島が指摘したのは技に入る時の左手の位置。ん？よりあん馬の中央に寄せるべきだという。あん馬の端の方に左手をついていた湯浅。これでは次に右手をついた時に両手の幅が狭くなりバランスを崩しやすい。いきなり細かいことになってきたね。はい、すごい。スムーズにひねることも難しくなっていたのだ。へー。全部なんかこの辺でやってんじゃん、あんまり。はい。それもっと気を使ってもう初めのこのついてこのここの幅がこう広いと次です。行くのが楽なんで。はい。アドバイスを受けた湯浅、左手をあん馬の中央寄りに置くことを意識し再び挑戦。少しずつバランスが取れてきた。バランス取っていったら多分もっと突き手が分かってくる、うん、はい。いいんじゃない、そっちの方が、はい、うん、こっちの方が、うん、見せる感じするよな、はい。そして迎えた20本目。ついに成功した。よーし、たった一つのアドバイスで、うん、すごいな。いい感じ、はい。最初の旋回で半分ひねる。そして2回目の旋回、きれいにひねることができた。鹿島のアドバイスも前と後で動きを比較する。技のスタートの構え、左手の位置はあん馬の中央寄りになっている。次の右手をついた時、両手の間隔が広くなりバランスが安定している。その結果スムーズにひねることもできた。綺麗な円を描くシュピンデル。
鹿島のアドバイスが悩む湯浅を強くする。手のつく位置をちょっと前の方に変えてからちょっとひねりやすくはなりました。つかみかけてるんじゃないかなって。もう多分だいたい分かってるんですけど、そのやっぱ反復練習っていう点と、あとは完全に自分にものものにするのって結構ね、時間がかかりますので、それはもう本当にこれから時間をかけてやっていくしかないのかなと思いますので、はい、いいと思います。ものにしてください。自分の感覚がいっぱいあるやろうからな。これからのあん馬にもつながってくる大事な一歩だったと思います。久しぶりに体操の楽しさをまた再び味わえたのかなって感じです。ほっとした気持ちになりました。どうでしたか、シュピンデルの指導。いや、よかった、すごくよかった。本当にわずか数センチの指導でしたけども、あの手の位置がちょっと前にずら中央寄りにしろって、このたった数センチの指導が技の精度に関わってくる本当に繊細な競技なんですね。なるほどね。本当にちょっとだけでも全然気持ち的にもバランスも違うんだ、うん、いやー、奥が深いんだな体操も。すごいな。これからもまた悩んでいく中で、今回鹿島さんとの出会いが何か新しいポイントになってくれたらいいですね。本当だよ。練習後、湯浅にはどうしても聞きたいことが。大舞台での緊張感をどう乗り越えるのか。大きな舞台で、うん、自分が今までしてきた練習とか、まあ、自分はまあミスがいつもしないようなところでミスが出てしまったんですけど、どういうふうにしていけばその積み上げたものが本番でも出せるのかなっていうのはあります。まあ、もちろんオリンピックとか世界選手権っていうのは俺もすっごい緊張したけど、その時感じた緊張感だとかっていうのを覚えてて、でそういうのを練習で再現して、大きな舞台っていうことを想定しながら練習していくと、まあ、もっと大きな舞台になっても、あ、こんなもんかって思えるようになってくるし、ある程度のことは想定内になってくる。そういうことが必ず役立ってくることなんかなと思うし、少しずつ少しずつステップアップしていって、それがいいような形になっていけばいいのかなと思うので、そういう気持ちを忘れずに頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございました。成長期、壁にぶつかりながら前に進む16歳。目指すは6年後の東京オリンピック。心と技を磨き、壁を乗り越えろ。